サウスポー永井が上がりました。まあ、新聞あるいはテレビラジオなどでは巨人と西武の対決といってそのムードを煽り立てるようにいろいろ書いているんですが、僕らはあんまりジャイアンというのは意識しません。永井投手はそのように昨日言っております。バッター3番の篠塚、左対左ですが、篠塚はそれほど左ピッチャーは苦にしません。サードスティーブは前進警戒するのはこの篠塚のね、張本さん、うまいバッティングですと、こういうふうなことを言っておりましたね、はい、そうでしょうね、やはりうまいバッティングで塁に出られました。原スミスの一発でたちまち点差はもう2点差ワンチャンスになりますからね、そうです。ああそうですか。ピッチャーの長いワントゥーから4球目カーブ、それは三塁に応えることができるか篠塚。勝負球が外れ、長井が篠塚を歩かせました。